誰が脳筋だこら。ちょ、いきなり何叫んでるの。あ、ごめん、前々回で投稿カッパでやった時のコメントがだな。それにしても今回はフェズンドワッチなんだね。アプデ前の動画なんだけどな。対レベル5のディーバズレベル4で中距離をフルにしてるぜ。本当はフルハンしたかったけどハンガーキャンペが途中で終わっちゃったからまだ途中なんだぜ。課金ハンガーもしたけど間に合わなかったんだよね。ガチ機体を作らなあかんから無理にハンガーすると機体が進まなくってな。最初っからガチ機体作ってたらそんなことにはならないのにメタ機体ばっかり作るから。さて、この編成ならとっとと突っ込んで乱戦に持っていった方がいいかもな。と、センゲルさんがちょっと突っ込んでるな。なら臨場して私も前に出ようかな。ビーム苦手な方だからよーく狙って。まさかの自動理敵が盾になったね。というかちょい味方と離れてるな。でも今合流しようとしたらブーストかられそうで怖いな。前方に支援機は付き物だからね。ドム系だからひるんだら的になるから危ないね。敵の支援機は SML か。まあガンキャツーじゃないだけマシかな。あ、ラムズゴックさんのところに汎用が行ってる。あの体力ならワンチャンで溶かしきれそうだね。SML が怖かったけどあっち行ってくれたから立ち回りやすくなったな。というかよく考えたらあっち枚数振りだから早く行かないとまずいんじゃない。というかよく2機だけでよくここまで持たせれたな。さすがガキ機の2機だぜ。というかここまで一投での差だと思うんだ。あとシレットアクト3に誤射すんなや。一発だけなら誤射かもしれないだろ。遠い思いっきりラムズゴック3にも当たってるんだが。ドムの格闘はリーチ長いから意識してても FF しちまうんだよな。おっと、そんなこと言ってたらあとは SML だけか。まさか SML に真正面に突っ込むとかそんなことしないよね。けどラムズゴックさんが突っ込んだからやることもないし一緒に行くぜ。まあラムズゴックさんが格闘振ってくれるし最悪タックルするだろうからそこを狩るぜ。というかカウンター取られてるようなら終わりを狩らせていただくかな。カウンターが怖いが2連撃でヒルンを確定で取るぜ。2連撃するとカウンター取られることがあるから怖いよね。 N 横なら入力最速ならカウンターは取られないんだがタックルは入るからビビったりはするな。と、下格闘間に合わなかったか。見えにくかったけどユニコーン回避してたっぽいね。あーそうか、ユニコーン回避すれば下角でダウンするより復帰が早いのもあるな。そう考えるとユニコーン回避も悪くないよね。まあその間どれだけの射撃攻撃が来るかわからないけどな。で、S 拠点が取られてるし私も体力も少なくなってきてるから C 拠点を取るぜ。味方も近くにいるから取れそうだね。うお、砂煙ってことは敵が降りてきてるな。何のしかり。いやー早くペグンに乗らして。よよよよし、なんとか乗れたようだな。でもいいだから狙われそうだね。発見大ヒー、アップねー、絶対私狙ってきてたろあれ。さあ、中継の近くの敵を倒したら早く中継取りましょうねー。見た感じどうやらストライカーっぽいな。だったら問題はないな。奥の敵はゲルブブさんにお願いして私はサイド中継確保に行くぜ。中継取った後もみんな耐えれそうだね。というかみんなバラついてるところ見ると敵はあまりいないみたいだな。でもさっき敵出てきてたからリスポンは揃えてはないっぽいけどねー。SML が B 拠点から狙うとかないよな。さてさて、中継も取れたからセブンで最後の悪あがきを。え、さっき D 拠点に敵影見えてたのあれ SML やったんか。まあまあ、右だったんだからどっちみち落ちてたって、仕方ないな、機体がレベルも。拠点に敵が進行中。え、どっから歩兵で敵たんだ。戦車で来た形跡もないからまさか飛んできた。ん、私が中継取ろうとした時に湧いたって考えた方が自然だと思うぜ。でも、それなら味方がいたから歩兵駆除してない。そうなんだよな。それに私が止まってた時があったからその隙にバズ撃つと思うんだよな。もしかしてバズがなかったとか。まあ先行使ってもバレるって考えたらそうなのかもな。アクトさん何やってんすか。生えたたきじゃね。まあ実際アクトはバルカンもないから飛んでるやつとかは倒しにくいわな。まあ敵の枚数も少ないからそこまで問題ではないけどな。でも味方のほとんどが HP 半分切ってるから枚数差があっても辛いかもね。敵が3方向から来るからちょい面倒だな。一方に集中すると後ろ取られそうだから怖いね。ジムコマは他の人に任せてちょっと SML 抑えようかね。敵の汎用はセンゲルさんに任せて体力残ってる私たちが抑えた方が良さそうだね。おや、さっきのジムコマが私を狙ってきてるっぽいな。ドムのブーストの特性を生かして距離を取ってから遠い。敵山なんだよ。ところでタックルからディーバズかって打ちディーバズどっちがいいのかな。ちょっとコマンド3瞬間移動しないでください。実際この状況ならタックルしてからディーバズの方がいいかもね。そうだな。手打ちはユニコーン回避のついででいいか。と、このジムコマさんやけに私を狙ってくるな。センゲルさん狙いに行くと思ったんだがな。あの状況でグラッツ取られて顔真っ赤なのかな。まさかね。余談だが最近私の出会う人が悪いのか、マナーが悪い人が多い気がする。オンラインゲームゆえ仕方ないことなんだけどそういう考え方はできるだけやめようね。
まあ、そんな話は置いといて、アットさん戻ってきてたんだな。ということは歩兵は駆除してくれたのかな。ポイント見てなかったから知らないけど倒してないにしろ枚数は1枚に無理だな。それに拠点の歩兵を放置したなら中継まで遠いから少しの間は時間が稼げるぜ。だね。多分アットさんは拠点の敵 MS 撃破してるだろうからね。おっと、敵が降りてきたか。だけどちょっと様子見るかな。まあ点差が点差だから突っ込まなくてもいいからね。ん？敵がもっと降ってくると思ったんだが全然降ってこないぞ。もしかしたら強制リスポンでエアデモで勝ったんじゃない。それじゃちょっと嫌がらせだけでもしてみようかな。牽制ブッファジグザグ投稿読みで撃ったけど失敗しちゃった。今からでもいいからバズーカに持ち替えたらどうですか。ベブンでバズーカ持つくらいならドムトロかドム10乗るわ。おや、陸弾が単身でこっちに来たな。一旦車線を切るぜ。敵もどんどんリスポンしてきたね。おや、細通路の方に2機いるな。そっちを叩くか。いや、3機も見てるなら陸弾の方を警戒するか。で、いつから来たのかわからんけど2機はちょっときついな。ゼンゲルさんがフォローしてくれるみたいだね。おや、先ゲルさんは F 側の敵を倒しに行くのか。ならカッコ撃破するぜ。 B 側がちょっと心配だな。アットさん落ちたら多分持たないよ。だったら崩壊する前にこいつを溶かせばいい話だろ。全然崩壊待ったなし。サーベル降ってこない。逃げるっか。ラムズボックさんも溶けて電線が完全に崩壊したよ。だったら攻めて貴様だけは逃がさん。ゲルさんも格闘の邪魔にならんようにタックル。ダメージ入ったけどタックルで抜けたよ。よしこれで倒せるな。さて、あとは引っか引かないかだが。ゼンゲルさんは行くみたいだけどどうするの。そうだな、ここで一人逃げてもあれだから適当に落ちに行くか。それじゃストライカーを足止めして支援機をできるだけ長生きさせましょうかね。あ、さっきビーバズ撃ったからクールタイムが。ビームガンはどこ行ったんですかね。違う、ジムコマ君じゃないんだ。あ、ちょタックル焦って暴発しないでよ。その焦ったらタックルするってまだ治ってなかったんかい。お、切り替えをミスってるな。ならか撃ってさっきタックルしたからクラスターが終わってた。なんでタックルする手が治らないの。それは君が治そうとしないからだよ。強タックルあるやつだとどうしてもタックルを使っちまうんだよな。強タックルはおまけと考えておきなさいよ。ロマンを追い求めて何が悪い。味方に迷惑かかるロマンなんて捨てちまえ。さて、そこのコマンドさんちょっと止まってねー。高コスト帯に囲まれる270コストの気持ちを考えてあげて。私こんな部屋でさすがに300以下なんて乗らないからわかりません。前回みたいに旧作に乗ってもいいんじゃよ。あれは悪ふざけだし無人都市でじゃ無理だからご遠慮します。さて、ジムコマの抜け殻は他の人に任せてアットさんのところに早く行かないと。その前にゲルさんたちが溶かしたみたいだけどね。あら、一機だけみたいだね。かわいそうだけどなー。囲んじゃおうねー。絶対こいつかわいそうに思ってないな。けけ、たとえどこへ逃げようとも地獄の果てまで追いかけてやるぜ。上に逃げるつもりでもペズンだからクイックブーストも搭載されてるのだよ。この頃ドム銃とペズンしか乗ってなかったもんね。400ポイント美味しいです。ほんとね、今でも思うんだよね。ドム銃にも高性能システム搭載してほしいって。クイックブーストのカスパつけたら、これ以上火力を下げれるか。ああ、そうだよね。君はそんな奴だったよね。SML め、その砲撃を止めやがれ。外したー。嫌だ、落ちたくなーい。うっわ、ものすっごいガリガリ減る。支援、怖い。支援機に無策で突っ込んだ結果だよ。アットさんもアットさんでフォローありがとうございます。それでもあそこで的確に下格闘外せるあんたもすごいね。いやー照れるぜー。いやいや褒めてないから。それにしても SML って火力バカ高いんだな。そりゃ火力だけは支援機トップクラスだからね。それはそうと、まあ、リサーシスとすごいね。おお、よだめ取れてるな。これは純粋に嬉しいぜ。だね、下手に撃破取れてるより嬉しいね。それではご視聴ありがとうございました。実際下格外したとこリアルに外したって叫んじゃったのはないしょ。そんなリアル情報いらねえ。